ケース察します。はい、始まります。始まります。高木くん、はい、夜いや行きます。お、近い近い近い、今日はドゥさんの28歳の誕生日。明日だ明日、明日そうだ、バイバイ。10歳違う。37歳になりました、まあ、明日ですけど、まあ、この年齢になって、こうやって素晴らしいメンバーと、素晴らしいチームで、プレーできていることを嬉しく思います。まだ、シーズンは半分ぐらいありますけど、全員で、J1 昇格という目標に向けてまたこれから頑張っていきましょう。ありがとうございました。危ないぞ危ないぞ。行きます、みんなで行きましょう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。このケーキはどうするんですか、家帰って。このケーキはちょっとドゥさん、あんま砂糖ケーキはやっぱり食べないんで、砂糖食べない、アスリートとしてはやっぱり糖分取れないんで、はあ、ここまで。じゃあどうするんですか、これ。これは福ちゃんが多分食べてくれると思います。まあ、本当に日々をね、大事というか、まあ、一日一日しっかりまあケアしてるからここまでできてると思ってるんで、まあ引き続き、まあ、まだ半分ありますけど、しっかり自分の体をケアしつつ、まあ、本当に必要される時にはしっかり自分の仕事ができるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあまあ今日ぐらいはケーキは、そうですね、いちごぐらいは、あ、いちごぐらいは、そうですね。じゃあ僕も あとはじゃあ福ちゃん、うん、食べちゃっていい。僕周りのこの、うん、ね、美味しそうだけどね。そうそうそう、どの二人こっす。あ、そういう感じ。はい。で、どこ見んの。こっち見んの。あ、こっちスタッフ。え、どっち、こっち、こっち見んの。こっち、こっち。福ちゃん入ってない、入ってる、わかんないです。入ってる。バースデーゴール、ああ、うまい。バースデーゴールいいっすね。いきます。いいっすね、43歳。いや、誰が43 誰が43、28歳、28、永遠の